エンタープライズ・スペース・シャトル・エンタープライズは、スペース・シャトル・オービターの1号機である。1976年、アメリカ合衆国憲法発布200年を記念し、コンスティテューションと名付けられる予定だったが、スター・トレックの宇宙船エンタープライズ号の名前を付けてほしいという手紙が多数届けられたため、当時のジェラルド・アル・フォード大統領によってこの名が付けられた。 ただこのエンタープライズは滑空実験機であり、ファンたちの望んだ宇宙船エンタープライズ号の誕生とはならなかった。一時は滑空試験の終了後に宇宙飛行ができるように改装する計画があったが、代わりにチャレンジャーを改装することとなり、見送られた。初めて宇宙へ行ったオービタは2号機のコロンビアである。チャレンジャーを爆発事故で喪失した際に再度改装案が持ち上がるも、 新たにエンデバーを建造する方が適切と判断されて実現しなかった。試験終了後、国立航空宇宙博物館別館に展示されていたが、その間に他のオービタの修理に使うため、機体の一部が取り外された。スペースシャトルが全機体液した後、ディスカバリーが同館で展示され、エンタープライズはニューヨークのイントレピット。 海上航空宇宙博物館に移されることになった。2012年4月24日、エンタープライズはボーイング747の背に乗せられたまま、ニューヨーク市上空をデモ飛行し、同年6月にイントリピットへ搬入された。この他に、実物大模型のパスファインダーも、オービターとしてカウントされることがある。ありがとうございます。